いらっしゃいませお客様、よくここがお分かりになりましたね。不肖の兄が突然仕入れのために出てしまいまして、もう長いこと戻ってこないんです。さすがにこのままでは常連さんたちに申し訳ないと思いまして、お店をこのショールームにこっそり移してリニューアルオープンしたんです。ん？前と雰囲気変わりました。そうなんです、暮らしと直結してる方がより欲しい商品をイメージしやすいかと思いまして、もちろん兄にも負けない魅力的な品をたくさんご覧に入れますのでご安心ください。あ、さあそちらにどうぞおかけになってください。よいしょ、よいしょ。早速おすすめをご紹介しますね。神奈川県海老名にある工房、駒を作り続けて70年、広井正明さんは数少ない江戸駒職人の一人です。今回は伝統的な曲駒の製作工程を見せていただきました。駒作りはまずカンナなどの刃物を研ぐことから始めます。道具はすべて手作りです。自分に一番適したものは鍛冶屋さんにいくら行ってもやっぱりしっくりきない場合が多いですね。ですからみんな自分で作るんですよ。曲駒の要となる芯棒には強度が高いステンレス棒を使います。ヤスリで棒の先端を尖らせた後、ろくろに固定して金ヤスリで仕上げをします。続いて木を選びます。これも大丈夫だけどもちょっと細いですね。使われるのは主に広葉樹の水木、もともと硬く変形の少ない木材ですが、高い精度が求められる曲駒には長年かけて乾燥させたものを用います。湿気を吸ったり吐いたりするところがありましてね、多少のこう変形があるんですよ。それを取るためにはやっぱり10年から30年以上寝かしてますね。吟味した木材を作る駒の大きさに切断し、ろくろに固定します。まずは粗挽き、刃先が曲がったカンナ棒で樹皮を削り取った後、駒の形に成形していきます。牛と呼ばれる台に軽く握ったカンナ棒を乗せ、刃の位置や角度、力の度合いを微妙に調節。駒の裏側は緩やかな傾斜がつくように削ります。続いて溝引きという半円形の刃物で真ん中に深さ2センチほどのへこみをつけます。これは駒を裏返して表側を削る際にろくろに固定するためのもの。そして小さな木片を先ほど開けたへこみに合うよう凸型に削ります。穴の大きさや深さなどすべて目見当。一見大雑把に見えますが、合わせるとこれがぴったり。曲駒は全体を均一に削ることに心血を注ぎます。
誰が見ても一番シンプルなんですよ。でも非常に難しい奥の深い駒ですね。あくまでバランスが命、石にバランス、人にバランス、三種がなくて全部バランス、作ってる人間はバランス悪いから続いて駒の中心に小さな溝引きで心棒を通すための穴を開けます。曲がったり歪んだりしないよう慎重に、カンナ棒で駒をろくろから切り離し、長年の勘を頼りに心棒の出具合を調節します。これで完成ではありません。よく見ると重心がずれていて、まっすぐ回っていません。とここで広井さん、何やら筆の先を心棒に近づけ、絵の具で印をつけ始めました。一体何のための印なのでしょうか。濃くついた部分ありますよね。ここの部分が軽いんですよ。というのは重たいのが回転によって遠心力でこう上に行くわけですね。で軽い方が下に行くから、絵の具をつけてぶつかった部分が軽いわけです。でここの軽い部分に鉛をつけるんですけど、こういうふうにね、はっきりと絵の具がついてるのはバランスが悪い、ガタガタだからそこだけがぶつかる。だからこれがバランスが良かったら全部赤なら赤になっちゃいますね。鉛の量はどのくらいつけたらいいのかっていうのは長年の経験で、この程度じゃないかなというような形で、あとは引くか足すか。実は50年ほど前、曲駒を作れる職人が途絶え廃絶の危機に陥ったことがありました。その窮状を救ったのが広井さん。それまで手がけたことのなかった曲駒を5年にわたって研究し、ついに曲駒の芸に耐えうる駒の製作に成功したのです。ちょっとこれがね、少し重かったのかもわからない。鉛の量やつける場所を少しずつ変えながら、丹念にバランスを調整していきます。この作業に時には4、5日を費やすことも。今度こっちがちょっと軽くなる。わずかなんですよね。大体これで一発で決まる場合はまずないんですよ。繰り返し繰り返しをやって最後に立派に舞台に上がるんですけど、それまではやっぱり結構苦労します。バランスが取れたら、駒にドリルで穴を開け、鉛を埋め込んでいきます。製作工程に戻りましょう。次は彩色です。漆のような仕上がりが特徴の加州塗料を使います。まずは下地を塗り、一晩乾燥させた後、サンドペーパーで研磨。この作業を 2、3 回繰り返すことで表面が滑らかになり、色がのりやすくなるのです。いよいよ本塗り。駒全体に朱赤の塗料をムラなく丁寧に塗っていきます。仕上がりがふっくらとなるよう、一度に厚くせず
1日以上乾かし研磨した後、再び塗り重ねます。そして黒で模様をつけ、江戸時代から変わらないシンプルなデザイン。最後に金を施したら完成。2週間に及ぶ地道な作業を経て、端正な姿の駒が生まれました。芸人さんの中の小さな小さな微粒子に過ぎない文化だと思うんですけど、小さいものだからもう消えていいよっていうんじゃなくて、小さいから大事にしたいなと。特別に広井さんが今回作った駒で曲駒を披露していただきました。なくて芯がまっすぐピュッと入っててね、もう駒の方で自然にこう渡ってくれるっていう、そんな気がしました。駒がまるで眠っているかのように美しく回り続けます。これぞ職人技。ニュークラフト作りに挑むのは広井正明さん。広井さんはこれまで4000種類を超えるオリジナルの江戸からくりごまを生み出してきました。今回の意気込みを伺うと、それはプロだもん、期待してください。図面も何にもないです。本当に思いつき、いい加減。駒っていうのは1個なんですよ。極端に言うと。基本的には丸だけなんですよ。やっぱり人間の指先とか手で持って回したものが本当の駒じゃないかなと。何十秒かの世界なんですよ。ごく短いドラマですね。だから24時間待ってたらこんな面白くないもんないですね。果たしてどんな江戸ごまのニュークラフツが生まれるのでしょうか。江戸ごま職人広井さんの手によって木に命が吹き込まれてゆきます。そしてオーダーしたニュークラフツがついに完成。インテリアとして部屋に飾れる江戸ごまの鏡餅です。この鏡餅、駒なのでもちろん回せます。しかもあるからくりが、なんと鏡餅からもう一つ駒が飛び出して回り始めました。見逃した人のためにもう一度。しかも赤い杯の形をした駒に乗っているのは、1年間を無事におめでたく健やかにということで、白いお猿さん作りましたけどね、白が縁起がいいんです。シャレ、色彩、粋な部分が詰まってるわけですよ。たかが駒ですけどね、うん、されど駒、これぞまさに江戸駒のニュークラフツ。